迎えるというこの1回の表。3割1分8厘、ホームランも20本の大台に乗せました村田。まあ、開幕直後に比べると構えが、はい、ある意味小さくなったというか自然体になった感じですね。バットの位置が、ね、折れたんで、全体的に一つにまとまりましたよね、はい、そうですね、はい、村田もこうごく自然にそういう構えにすることができたということを言ってまして、そこら辺がちょっと転機になったようですが、まあ、監督コーチのアドバイスでバットの位置を下げたことによってですね、はい、タイミングの取り方、体のその使い方が楽になったんじゃないかなと思うんですよね。三島がポンポンと追い込みました。一球胸元をついています。ワンボールツーストライク。7月が4割飛んで6厘、ジャイアンツに移籍して初めての月間 MVP を取りました。そしてこの8月も3割9分をマークしています村田。今日の三島、ここまではストレート中心できてますね。そうですね、まあ、村田選手には2球スライダーで入ってあとストレートで来てるんですけど、はい、ただちょっと全体にボールがまだ高いですかね。ああ、なるほどね、ストレートがね特に、そこら辺がやっぱり今シーズンの基本塁打15本というところにね、はい、繋がっているわけですが、まあ、ストレートの走りはね、いいんですけどね。それスライダーライトへ、クッションボール、荒波うまく処理しました。セカンド山崎に素早く返しましてシングルヒットに止めています。ツーアウトランナーが一塁。今のスライダーでもコースは決して悪くはないんですけども、はい、高いですよね。そうですね、はい、ベルトの高さですよね、だから初球2球目でカウントを取ったボールが同じボールいったんで、はい、バッターが今度は逃してくれなかったですね、うん、ただ今荒波が、まあ、本拠地ですからね、はい。